はい、どうもこんにちは。今日はですね、久しぶりにキャンピングカーのお店自然とさんにやってまいりました。いろいろ並んでる、はい、ここ最近ですね、1個新しいのが入ってますということで、そちらを取りに来ました。特にね、やっぱ夏休みキャンピングカーを借りる人も増えておりまして、これからね、やっぱ気になってる人多いと思いますし、少し参考になればなと思います。今回のキャンピングカーは結構特殊で、レンタル専用の車両になっているので、普通の人ね、買えないんですよね。はい、っていうお車を紹介してきます。というわけで、今回紹介するのがこちらですね。日本特殊ボディさんのクレステッドアイビス、こちらなんですが、サクラってやつがあったかと思うんですけど、まあ、そちらをレンタル用にしたようなイメージですかね。レンタル専用にしているっていうところもあって、ところどころにね、初めての人だったりとか、誰が使ってもいいようにっていう風な工夫がされております。こちらサイズなんですが、全長が 4.95m ですね。5m いかないようになってます。高さも 2.98 ですね、まあ、もちろんちょっと上に何か乗っかってる場合は少し変わってくるかもしれないんですけど、はい、幅が 1.98m となってます。乗車定員は6名です。就寝はだいたい7名まで行けます。で、3000cc のディーゼルですねになってて、リッターは6キロぐらいかなっていうところらしいです。セミオートマになっているので、マニュアルとかじゃないので安心して乗れますというところです。パートタイム 4WD ですね。2駆にも4駆にも切り替えれるということで、基本は2駆なんですけど、パワーが必要なところとか、ちょっとタイヤが取られそうなところでは4駆に切り替えることが可能です。はい、で今回また紹介してはいくんですけど、今回のやつはね、自然とさんが何かしらやっぱオプションとかもつけているので、まあ参考程度に見ていただければなと思います。で、入り口側はこんな感じになってますというところです。で、タイヤの方がですね、はい、前の方は普通なんですけど、後輪の方はダブルタイヤとなってます。これでね、いろいろ安定性だったりとか、冬の時にもね、ちょっと安心感が増すのかなというところです。はい、まあこちら福井ですのでね、そういうことです。そしてですね、1個ソーラーパネルですね。300ワットのソーラーパネル3枚上に乗っかってます。一応見えるか分かんないですけど、見てみます。それ以外にも発電の仕組みとして、走行充電ですね、走りながら充電をしてくれるっていう仕組みのやつなんですけど、そちらが 24V 40 A の走行充電がついてますので、走ってればクーラー分ぐらいの電力は充電されているっていう感じですね。まあ、そこに掛け合わせてソーラーパネルがあったりもするので、まあ、ちゃんと条件が良ければクーラーつけててもちょっとお釣りが来るような感じで使えるのが特徴ですね。で、ベース車両はイスズのですね、ビーカムですねになってます。はい、サイズ的にはこんな感じですね。キャンピングカーの中でも少し小ぶりな部類になってます。そのままちょっと周りの方から見れるところ見ていきましょう。まずこちらが入り口付近ですね。そのまま行くと、下がスペアタイヤのスペースになってて、まあ、上がね、収納スペースと、後ろに2段ベッドがあるんですけど、そこへのアクセスとなってます。下が収納スペースになってて、上の方がもう室内になってて、これがベッドの1階部分ですねになってます。上に見えるのはね、2段ベッドの上の方です。また後で確認します。ちょっとこれ横から見ましょう。はい、こんな感じですね。まあ、横は190センチとか180センチね、それなりの長さはあります。まあ、中に人が1人寝ちゃダメですけど、寝れるぐらいの広さはあります。まあ、こんぐらいですね。普通のキャンピングカーはですね、結構荷物が入るタイプのやつも多いんですけど、まあ、そこと比べると少し小ぶりな収納かなとは思うんですけど、まあ、一応レンタル専用なので、まあ、そんなにがっつりしたものをずっと置くっていう構想ではないのかもしれないですね。ただこの1段目は外せるので、はい、1段目のベッドを外していただいて収納するというような感じです。まあ、そうすると2倍以上増えるので、まあ、大きな荷物も全然入るなっていう感じですね。はい、外部充電もあって、ここからですね、できるようになってます。はい、オートキャンプ場などでどうぞ。運転席側の方は特に収納はなさそうですね。一応窓がですね、バンクベッドのところですね、頭の方に1個と、ど真ん中に1個、で2段ベッドの2段目の方に1個あります。じゃあ中見ていきましょう。ちなみに手動です。ここから登っていただきまして、はい、室内というところですね。まあ、ここに靴の収納があるので、靴はこちらに入れていただきまして、入室というところです。失礼します。あ、涼しい。室内にやってまいりました。エアコンが効いており天国です。じゃあ、車内紹介します。まず入り口入ったところですね、下駄箱はお伝えした通りなんですけど、反対側は冷蔵庫となってます。
やっぱりこの季節はね、暑いので冷たい飲み物とかね、用意してください。でその上が少し真っ平らな部分があるんですけど、机ですね、テレビも備わってますという感じです。電気を使う時にはこの辺に車内の電気周りの操作系があるので、こちらをポチポチしていただければと思います。一番必要なのはこのインバーターのところですね。これつけると AC が使える感じになります。でこちら6名乗車なので、運転席と助手席に2名、奥側の席に2名で、手前に2名、計6名が座れます。で車内もね、ライト1つにしても一番光るライトはあるんですけど、それ以外はちょっと干渉目っぽくね、おしゃれにちょっとホテルっぽく作ったりもしてますし、広さもね、やっぱ両手広げても全然大丈夫だし、縦の方もね、頭まで全然ありますというところです。まあこちら側にはね、台所とかそのシンクのスペースがあります。まあ、こちらが水道になっております。洗い物とかね、手洗ったりとかできます。でここはまな板置いても全然大丈夫ですし、作業台としても使えるぐらいの広さがあります。でこちらの窓の方もですね、面白いんですよ。はい、まあ、こちらスライドドアになっているので使い勝手いいですね。この横にパカッて開くタイプではないんで、こっちの方が使い慣れてる人多いかなと思います。ですし、眩しいなっていう時にはこういう風に光をシャットアウトもできます。窓を開けたいな、空気入れたいけど虫入れたくないなっていう時は窓を開けてもらって、上のメッシュだけ下ろしてもらえればこれで OK ですね。まあ、虫がいるような季節でも気にせずね、外開けれるっていう風になってます。でプライバシーも考慮という感じです。一番後ろの窓以外はだいたいスライドドアで、こんな風に目隠しとメッシュがついております。そしてこのリビングの上の方ですね、収納もしっかりあります。こんな感じですね。小さなリュックであれば入りそうだし、小物置きにしてもいいぐらいの収納量かなって思えるスペースが全部で3箇所あります。はい、まあ、こんな感じです。そのまま収納いきます。はい、このシンクのところには、まあ、ここは普通の台所用のなんか箸を置いたりとかそういうの入れれそうです。で下の方はこれ収納じゃなくて後でまた使うんですけど、ベッド用の土台が出てきます。でこっちはもうシンク用のタンクを入れる場所ですね。まあ、一応こっち側空いてはいるんですけどっていうところですね。はい、でさっき裏の方で開けたところですかね、収納ですね。前からも一応アクセスはできますというところです。まあ、後ろに入れたけど取り出したいっていう時にはね、ここから手を伸ばしてやったりとか、リュックとか入れたいっていう時はここからわーっと入れるのがいいのかなっていうところです。でリビングと後ろの2段ベッドの間にあるのがマルチルームと言われる場所ですね。こちらはね、はい、このように今はまるっとスペースが空いております。これマルチルーム、シャワー室にしたりとか、トイレ置いたりとか、このまんまその更衣室として使ったりとか、物置として使ったりとか、人によってここら辺変わってくるのでマルチルームということになってます。で見逃してましたか、シンクの上の方にも収納があります。こんな感じです。ほどほどサイズって感じですね。隣には電子レンジがあります。これはねもう普通の電子レンジです。気兼ねなく使えます。家電で行くと隣にエアコンです。もうこれね普通の家庭用のエアコンです。でまあエアコンも電子レンジも使えるということで、コンセントも結構多いです。まず入り口入ってすぐ隣のここに3口、リビングの机下ですね、まあそこに3口、シンクにも3口で、2段ベッドの上に3、下に3とあります。全部で5箇所コンセントがありますというところです。まあ結構ね便利いいですよねっていうところです。はい、まあ内装もねホテルの一室のようなね、結構おしゃれな光というか間接照明が多いんでね、すごくおしゃれに感じます。でここからは7名寝れるというその就寝スペースを確認していきましょう。まずは一番後ろの2段ベッドからですね。2段ベッドこんな感じになってます。明かりもねあのホテルのライトっぽくなってる。で上の段の人は、外の景色も見れますというところです。ちなみにライトも NTB のロゴが入ったおしゃれ電球となってます。消せます。いいですね。ちょっと寝転がってみましょうか。1段目に寝転がります。はい、ああ全然余裕だわ。そっからじゃ見えないか。まあ、今足がねしっかりついてるような状態で、まだ上のスペースがね20センチぐらいありますね。まあまあ190ぐらいはあるんじゃないかなって感じます。いい感じです。ちなみに足元にもライトがあって、頭側にもライトがあります。人をどけるとこんな感じですね。幅がこんなぐらいありましてっていう感じで、結構ねやっぱ色合いもいいっすよね。おしゃれです。でリビングもベッドにできます。ここは2名寝れます。まずはこのテーブルの状態をベッドに切り替えます。このテーブルは横のロックとその上下のロック2種類あります。
横のロックを外して上下のロックもこれで外れたかな。そしたらほら横に動いたり縦に動いたりできます。あとは真ん中ら辺に下げます。でこの状態だと上がってくるんで、はい、上下とサイドのロックを締めます。これで OK ですね。あとはここにくぼみがある状態なので背もたれが取れます。であと2つあるんですけどどっかに収納してある。でこれでも2人寝れるは寝れるんですけど、はい、ここに1人ここに1人寝れるんですけどもうちょっと広げた方がいいよねっていうことで台座を出します。こちらを出していただいて、この隙間に乗っけます。 OK ですね。これでまたさらに横に広がりましたね。楽勝です。まあ、これがフルの状態ですね。2人って言ったんですけど頑張れば3人寝れんこともない気がするんですよね。まあ、子供に大人1とかだったらいけるかなっていうところです。そしてバンクベッドですね。キャンピングカーの中で一番ロマンがある場所ですね。こちらはですねはしごも用意されててマルチルームに置いてあったんですけど、まあ、そちらをかけて登ってもいけますし、そこの台座のところがですねしっかりしているのでここは足かけて登ることも可能です。まあ、そのまま登ります。こちらがバンクベッドになってます。よいしょ。これは自然とさんが取り付けたんですけどバンクベッドから落ちたら怖いよねっていうのがあるんで落下防止の柵も作ってます。まあそれは置いといて、こちらバンクベッドでは3名が寝れます。まあ、一応大人も横になれるんでこの状態で3人いけるかなっていうところですね。はい、まあこんな感じですね。左右には窓がついております。はい、こんな感じですね。よいしょ。開けていただければ外の空気も取り入れることができますし外の景色も見ることができます。車内から一番高い場所にあるんでね車内が一望できる一番良いスペースとなってます。バンクベッドは特に子供に人気らしいんで面白いスペースです。これがこのアイビスのいいところなんですけどなんかこうやって動かすは動くんじゃねっていう感覚でこういうバンクの収納だったりとかベッドメイキングもできちゃいます。バンクこれだけなんですよね。ここの上げ下げだけで収納とかできちゃうんでいい感じです。でベッドメイキングもこのパネルも付けれるようにしか付けれないので特に迷うことなく間違えることなくできます。であとはマットを返せば、はい、これで現状復帰完了ですね。このベッドメイキングコツのいる車両って多いんですけどやっぱりレンタル特化っていうことで使いやすさ重視ですね。なんとなくでできます。で誰でも使うということでシートなどもこれ合皮になってますし汚れがつきにくくなっております。ではちょっと最後少し運転だけしてみましょうかね。というわけでクレステッドアイビスの内装紹介でした。それでは乗り込んでいきましょう。トラックみたいなもんなんでね特徴はやっぱり横と前のこのガラス面が広いので視野が広い。ちなみにこれシートの方を自然とさんの方で取り替えて疲れにくいシートにしたみたいです。フィットしそうな感じね。運転席に座りました。はい、わかりますかね。わかりづらいですけど見渡せるエリアが広いです。とはいえ死角ができやすいです。まあ、いろんなところにこういったミラーもそうですし後ろの方にもカメラがついててちゃんと見えるようにもなっているので周囲の確認怠らないようにしましょう。特にレンタルということで普段乗らない車のサイズ感ということでやっぱ高さ制限とか時速とか給油の向きとか種類とかっていうのもちゃんと丁寧に書かれております。はい、ここですね RND ってあるんですけどパーキングがないんですね。なのでこのサイドブレーキを引っ張ってパーキングがあるとするわけですね。まあこんな感じですね。ハンドルもちょっと大きいんでねこう回しやすいっす。はい、というわけでね今から少しだけ車の走り心地をねチェックしたいなと思います。まあ何かと不安なんでね隣にちょっと乗ってもらいながら走っていこうと思います。じゃあスタートします。ちょっとオートにしてるんで暗かったり明るかったりするんですけど、まあ、参考程度にということで行きます。お、 OKOK、 はい、でこちらセミオートマなのでいちいちその切り替えとかしなくても大丈夫です。やっぱハンドルが広くていいっすね。はいはい、キャンピングカーなので普通の車に比べてやっぱ加速は少しゆっくりはしてますけど、まあ、スピードは出せますね。でこちらのアイビスなんですけどホイールベースが他の車に比べてタイヤとタイヤの間ですね短いので段差があるようなところでは縦揺れがちょっと大きいかなって感じますね。ただそれ以外はそのハンドルの操作性だったりとか幅もまあ2メートルいかないぐらいなんでキャンピングカーだからといってこうガチガチになるような感じではありません。まあ今
見てるのがこの助手席側の視点ですね。やっぱね、天気がいい日はキャンピングカーいいです。はい。しっかりアクセル踏めば、しっかりスピード出ます。まあ、この辺あんまり力不足みたいなのはなさそうですね。はい、というわけで到着しました。はい、到着です。はい、到着です。はい、まあ、運転してたんですけど、まあ、視野も広くて良かったですし、後方もねこういうデジタルミラーあるんでね、そんなに見渡しが悪いとかそういうのは全然なかったですね。まあ、座席も高いんでね、はい、すごく良いドライブでした。はい、こちらクレステダイビスなんですけど、まあ、実際乗ってみてキャンピングカーの中でも小さいので、まあ、今まで乗ってきたキャンピングカーに比べて左右の幅の感覚だったりとか大きさを感じる機会ってのはあんまりなかったかなって思います。まあ、その中でもねこのホイールベースが少し狭くなっているので自然との中で働いている人も普通に比べると少し縦揺れは感じるかなぐらいで、おっしゃってました。でちょっと最後ねサムネとかも撮りたいんで移動させます。はい、はい、という感じで今回は日本特殊ボディさんのレンタル専用のキャンピングカーですね、クレステッドアイビス紹介いたしました。レンタル専用ということで一般の人が、ね、欲しくても買えないんですよね。ただこちらのアイビス乗りたい方は自然とさんの方で貸し出しできますので、また概要欄にリンク貼っておきますので興味ある方はね、ぜひご確認いただければと思います。ではこちらのアイビスですね、制限があるので確かね普通免許の人でも比較的新しめに取った人に関しては確か中型の免許が必要だったりもするんでね、その辺もちょっとご注意いただきながら、不安であればぜひ一度お問い合わせいただくなりしていただければと思います。ということで、まあ、総合的に良かったです。はい、またご興味のある方ぜひレンタルして乗ってみてください。以上です。それじゃあまた。